では再開しましょうか。はい。時刻は21時頃。真白くんが、託された弾丸と拳銃を、まあ多分片付けてしまってるとは思うけど、まあ手に、アマチの家へと走ってきますと、向こう側からですね、こうなんかちっちゃいテディベアを小脇に抱えた星積かなと、ひじりくんが歩いてくるのが見えます。ひじりと、星積。なんだっけ、キズキくんだっけ、ああ。何こんなところでどうしたの？どうしたの？いや。どっちって言えばいいんだろうな。まあ、俺は、リナを救いに来たんだ。何どういうこと？リナって、お姉さんの。ああ。食いに、え、何どう、え、どういう、どういうこと？話が見えないんだけど。なんて言ったらいいか俺もわかんねえんだよ。機密事項とかだったらどうしよう。いや、秘密事わかん項？ないけど、何の話？え？いや。ちょっと、星野くん、あんたの友達でしょ、なんとかしなさいよ。俺に言われても。いや、私だってほぼ接点ないわよ。昼休みにちょっと絡まれたぐらいなんだから、あんたがやりなさいよ。どうしようかな、きっと。そはの、い。機密事項って何？ミサのばあちゃんが、ミサのばあちゃん？何それ？ちょっと待って、なんであんた私んちのばあちゃんと知り合いなの？どういういつながや、り？俺ミサちゃんともうだいぶもうデート何回もしてんだけど、どういミうサこちゃんとと？デート？どういうこと？どういう？え、何？え、全く見えないんだけど、話が。俺も見えなくなってきた。じゃあ、オムライスは、ミサちゃんっておばあちゃんから？ちげえよ、それはリナからだよ。まあそうだけど。まあ。なんでオムライス？お弁当？なんでお弁当をあんたに渡せって言われたのかもわかんないんだけど。それはだな。放課後に、やっぱり、お前ら付き合ってんのか？付き合ってねえって。もう、なんて言えばいいんだ。カクカクしかじかなんだよ。どこまで話します？どこからどこまで話すのかを教えてもらってもいいですか？カクカクとしかじかの理由を教えてく えださい。ー、まず、あれかな。リナが今呪われているっていうことと、それを知ったミサちゃんに、リナのこれからを託されたこと、そして受け取った拳銃をちらっと見せます。拳銃、え、怖、え、なに、そえ、んなどう物騒いなう、もん。え、いや。え、なに、え、あの、あの、え、あのば、あのババ何者？あ、ババじゃない、おばあちゃん何者？いや。ババじゃないまでロールプレイで言ってます。いや、もう、み、いや、ミサちゃんかっけえんだよ、マジで。いや、怖、いや、話聞く限り恐怖しか感じないんだけど。いや、もう、とりあえずな、ミサちゃんが、なんかすげえとこのすげえ人で、なんかそれで、まあ、カナの父ちゃん？岩尾さんと、その母ちゃんが、その亡くなっちまった理由を知りてえと。なんか自殺じゃねえって、なんか確信があったみたいでさ。で、それで、なんか遺書みたいなの見つけて、それをミサちゃんに渡したら、なんか、こうなったんだよ。どう、そうだ、肝心なところが何もないけど。どうなった？どうなったの？ その、父ちゃんのなんか手記を見つけたんだよな。ああ、そうなの？で、それを読む感じだと、その、カナが呪われてて、なんかどうにかしないと、雲になっちまうみたいで。そう。で、なんか、カズエのばあちゃんもなんかもう、巨大な雲らしくて、ほう。で、どうにかしないと、もう全員、共倒れ、ジエンド、バイバイ、らしいから、生きて帰ってこいって言われた。ああ、
そう、まあまあ大体やってるわね。まあそこまで分かってんなら話は早いか。おお、あんまついてこれてへんねんけど、うん、まあ、あれよ、あんたに言ってた、リナの病気ってのがその雲かってこと。なるほどな。うん、で、それを治すための手段を私たちはもう手に入れてる。じゃあそれをあれか、うん、キズキが持ってきたってことか。え、いや、このこいつは関係ないけど、なんで来たのかわかんないけど。何、鍵、鍵なんだ鍵って、うん、あ、これは、リナの、リナオの病気を、まあ、呪いを治すために必要な薬を作るための鍵。だから、まあ、あんたが特に気にしなくても、リナの病気は治るわ。本当か？私たちが治ったら。あ、うん、よかった。ちょっと。だから、まあ、でも私的には別に星野くんがいてくれればいいから、あんたは帰ってもいいんだけど。いや、俺は帰らねえ。と、まあ、気にすればいいんじゃない？俺は、行きましょう。救いたい。行くか。うん、ああ。あと私宇宙人だからって言いながらじゃあ行きます。宇宙人まあ詳しいことは星野くんにでも聞きなさい。私から言うのはちょっとめんどくさいわ。あんたと話すのちょっと疲れそう。どういうことだよ、ヘジリ。まあ、そういうことみたいや。まあはい、そんなやりとりをしている間に、カナは家の鍵を開けて中へと入っていきます。妙に静かです。リナが出迎えに来る様子がない。ん？リナ帰ったわよ、リナと言いますが、反応がない。それを見たカナが、まさか。というと、走って部屋の中へと入っていき、和室1の方へ向かったのがわかるでしょう。あなたたちはどうしますか？まあ、リナって言いながら、ついていきますね。俺も走って、ついていきます。はい。ではあなたたちが和室1の扉前まで移動すると、よいしょ、リナが床へと倒れていることがわかるでしょう。カナは、リナの上半身を抱えるようにしてあなたたちに背を向けた状態でこう叫ぶ。来ないで、うん、見ないで、お願い。大丈夫、大丈夫よ、すぐに落ち着くはずだから。大丈夫、大丈夫。今にも泣き出しそうな震える声でカナはそう言う。カシャカシャと何かが擦れるような音が小さく聞こえてくる。音はリナから発せられているように思うだろう。それに混じるように苦痛にうめくリナの声も聞こえてくる。あなたたちはどうしますか？カナは来ないでくれと言っていますが、もう覚悟決めてるんで、うん、マシロは行きます。うん、星野は、その背中を見守っています。はい。では、真っ白が近づくと、カナは、来ないであげてって言ったのに、と、まあ、半分泣き声、涙声みたいな感じで言いますね。真っ白は、リナの様子を見ることでしょう。リナは、服の下から雲の足のようなものが複数覗き、カシャカシャと音を立ててうごめいているのが見える。サンチェックが発生しますね。うん、うん、失敗。では 1D4 点の減少。うん、覚悟決めててもそりゃそうだ。1、えらい。はい。では真白くんは何かしますか？とりあえず近くにというか、うん、ずっとリナって声かけ続けたいと思います。うん、はい、わかりました。うん、そうしてしばらく経ちますと異音は止んでいき、リナのうめき声も小さくなる。真白が見ていた、リナの、そうですね、服の裾から出ていた雲の足とかも徐々に、引っ込んでいくことでしょう。大丈夫、落ち着いた。カナは言いますね。うん、あ、星野くんも入ってきても大丈夫よ。あ、わかった。うん、カナは、リナを優しく床へと寝かせます。リナが目覚める様子はない。顔色は非常に悪く、血の気がうせている。時折小さく苦しそうにうめくだけで、答
声をかけても反応はありません。まずいわね、もう時間がない。リナにも私にもね。急ぎましょう、地下への扉は庭にあるの、とカナは言います。ああ、早く行こう。か。ああ、それでリナだけど、どうしようかしら。このまま寝かせておいてもいいし、連れて行ってもいいんだけど。俺が連れてく。あれやったら、あ、連れて行くんか。いや、でも具合悪そうか。うん、ここで見といてあげた方がいいんじゃないかな。いや、寝かせて俺も行く。それでよろしいですね。いや、ちょっと待って。ああ。いや、ちょっと我慢しろよって言ってやっぱり連れて行きます。うん、そう。じゃあまあ木月くんが背負って行っておくれる？私はちょっと力的に持てないし。あ、任せろ。じゃあ、シロくんがリナを背負っていくということですね。はい。じゃあ、急ぎましょうか。よし、行くか。カナは、庭へと続く方の障子を開けて外へと出ます。あそこ、うまく隠されてるけど、地面にハッチのような扉があるの。カナは少し離れた庭の地面を指さす。まあ、縁側であるここからでは一見わからないでしょう。早く行きましょう。するとカナはその庭へと降りていきますね。あなたたちはどうします？もしのはついていきます。うん、はい、最後に慎重についていきます。ではあなたたちがそちらへ一歩を踏み出したその瞬間、草木をかき分ける音が、何かが擦れ合う音が、四方八方からこの敷地を囲むように聞こえてくる。夜の庭に無数のシルエットが浮かび上がってくる。それはあの夜に見た巨大な雲の群衆だった。サンチェック。いや、初めて見るんよな。雲だ雲だ。これか、キズキがやってたやつ。そう。ああ、よく見たら普通のクマやな。でかいだけ、強すぎ。成功は0、失敗で 1D3 なんですけど、ましろくん前回何点減りましたっけ？ 3 点全部減ってるよね。じゃあこれ以上は減らないですね。ああ、やったぜ。はい。では垣根を塀を越えて庭に入ってくる者もいれば、どこに潜んでいたのか君たちの背後から迫ってくる者までいる。アーマチカゼの目なんで、こんな早くこっちへ。カナは真っ先へと駆け出し、庭の奥に設置されているハッチを開きます。あなたたちも後を追いますか？はい、追います。ではデックス対抗が発生します。イエー。2人とも 1D100、まあ、CCB ですね。どうぞ。成功失敗はこちらで判断します。よし、おー、いいぞ。おー、まあまあまあ、オッケーオッケー。はい、いいぞいいぞ。ではですね、あなた、ではあなたたちはカナの元へと駆け寄っていく。その奥には地下へと続く階段が覗いている。星野くんは間に合うでしょう。でもリナを背負っている木月くんはあと一歩が間に合わない。雲の怪物は一斉に君たちめがけて飛びかかってきます。なんか木月くんやります？今背中にリナ背負ってて、多分背中から雲飛んできてるんですけど。くるって自分を向けます。はい、ではなんか目つぶったりします？あ、見せる、まっすぐに、まっすぐ見据えます。はい、では木月真っ白がリーナをかばい、襲い来る雲へと、雲をまっすぐ見せる。雲の鍵爪が白を切り裂く。その刹那、複数の銃声が響くと同時に目の前の怪物は黒い煙となって無惨した。開けた視界の先には
拳銃を構えた星積美里と黒服たちが立っていることだろう。美里ちゃん、あー佐竹さん、結界は展開済みです。今なら家ごと吹き飛ばしてもご近所さんは食後のテレビは楽しめるでしょう。そいつは上々、行きなさい真白くん、行って救ってこい。ああ、害虫退治は得意だからね、ここはおばあちゃんに任せな。ミサちゃん頼んだぜ。任された。ってじゃあこう、あの背中越しにこう腕を真横にして親指立てますね。よし、そう真横にしてその後さーって降ります。はい、では4人はハッチから続く階段を駆け下りていくことでしょう。何なのあのババ、怖いんですけど。あれがミサちゃんか。マジでかっけえんだってミサちゃん。かっこよかったな、うん、いやまあそうかもしんないけど、いやでもそんなことより、うん、叫びながらハッチを降りていくあなたたちなんですが、しんがりの、真白くんがハッチを閉ざすその寸前、怪物が一体滑り込むように、ハッチの中へと入っていきます。よいしょ。入り込まれた、やるしかないってカナは言いますね。よし、この先は袋小路なんだ、ここで止めなきゃ。あら男子たち決まりなさいよ。あ、わかりましたよ。では戦闘が始まります。戦闘が始まります。カナちゃんをちょっと待ってね、盤面一覧に表示して、はい。では一番早いのは星野くん、あその前に真白くん、はい。現状リーナちゃん背負ってるんですけど、うん、今ならはなんかどっか隅っことかに下ろすこともできますけど、どうしますか。下ろします。はい、では、真白はリナをどっか後ろの方へと下ろして、3人がリナの方に行かないように、まあ、通路そんな広くないんで立ち塞がって雲の相手をするって感じになりますかね。はい、では先行星野くん。いやー何も持ってないしな、やるって言われたら拳使うしかないか。ゴーゴー。俺だってやれるやからな。おー、うわー、じゃあダメージ2倍かな。 2D3 ダメージボーナスないよね。ダメもないです。じゃあ 2D3 のダメージで1クリ出るね。1クリ出るね。いいところで1クリ出すね君。かっこいい男なんすよこいつは。4ダメージ、うんうん。だからどこら辺殴るとかあります。まあ効きそうな赤色の目を頑張って。なるほどね。急所かなと思いつつ、じゃあ、星野が一気に距離を詰めたかと思うと、その拳で雲の目を叩き潰しますね。うわ。何あんたやるじゃない。やるときはやるって言ったやろ。そう、なら私もかっこいいとこ見せないとね。続いて、雲の手番ですね。クモちゃんは攻撃対象が、2番なので、カナちゃんを狙って攻撃をしてくるんですけど、誰か変わったりしますか。変わります。はい、じゃあ星積カナはびっくりしますね。ちょ星野くん、あ成功したわ。あ、回避どうぞ。あら回避回避、あ、あったあったあった、よいしょ、トライ成功。成功した。では鋭い鍵爪が星野くんを襲いますが、まあ、住んでるところで星野くんはかわせますね。ちょ、あんた大丈夫。いや、すばしっこさだけは自信あるから。うん、まあ確かにそんな見た目はしてるけど。無理に変わらなくていいのよ、命大事にね。ありがとう。じゃあ次は私の番かな。というとですね、星積かなは片腕を上げます。そしてそれを怪物の方へと向けた。狙いを定めるように指を立てる。大気が圧縮され沈むような感覚の後、転向。そして、指先から放たれた光の本流が、雲の手足を一本吹き飛ばしました。おお。かすったか。って言ってますね。星積さん、宇宙人だ。人のやることじゃない、宇宙人やったわ。いや、だから宇宙人だって言ってるでしょ。これでちょっとは信じてもらえた。すげえ。俺のかっこよさ消えた。
と言ってもあんまり連発はできないのよ、キリキリ働きなさい男子たち。分かった、という星積みからなんですけど、確かに、その額からは、結構な油汗とかが垂れてるのが分かるでしょう。消耗してそうな雰囲気はありますね、うん、では続いて真っ白くん。ミサちゃんからもらった拳銃に全弾入ってるって言ってたな、うん、言ってましたね。拳銃使います。はい、では拳銃技能どうぞ。拳銃技能何だったっけな、出口20とか30とかだったよ。教えてもらったからプラスとかないですか？あれ教えてもらったので打てるようになったって感じですね。あ、そっか、教えてもらえないとそもそも初期値ですら打てないので。あ、ハワイで親父に習ってないとさすがになんですよ。20% ですね。なるほど、少しくらいかっこいいとこ見せろよ真っ白。ダメだ。バーンって言ってる、こう壁とかが思ったより反動がでかかったんでしょうね。めっちゃビリビリする。こっち当てないでよ。危な。流れ玉気をつけな。確かに。はい、では一周回ってひじか。普通に殴った方が良かったかもしれねえ。一発でやれたから次もいけるはず。くらえ。わあ。うん、残念。ではくもちゃんが。対象をランダムで決めて、ヒジなら唯一2打を与えてきたヒジに、あ、当たるわ、強いな、お前。はい、どうぞ。けど俺は避ける。ああ、まずい、惜しい。では2点のダメージですね。ザクッと切られました。いでででで、でちょっと生きてる、生きてるわ。肩に殺すな。まあそんだけ軽く叩けるなら上等ね。と言って星積かなが2発目を発射。2発目のダメージが、ではですね、星積かなが放った光の本流が、雲の正面から、ケツまでをぶち抜きまして、わお、雲はその場にひっくり返ると黒い煙となって消えていきました。戦闘終了、お疲れ様でした。俺役立たず。気合だけ十分。よかったな、星積さん。強えな、星積。はぁ、あ、と、星積かなは、結構肩で息をしているような感じですね。おぉ、無理するなよ。だいぶ体力消耗しちまったか。燃費が悪いのよ。でもまぁ、これで私が宇宙人だってことは信じてもらえたんじゃないかな。そうだ、これで信じるなっていう方が難しいしな。うん。と言っても残ってる力は前とは比べ物にならないくらい弱体化してるんだけどね。私に残ってる力は2つだけ。1つ目は、まあ、さっきも見たでしょ、精神力をエネルギーの噴流に変換して放つことができる。リスクは大きい割に威力はお粗末だけど、でも1つだけ取り柄がある。必中、絶対に当たるってことね。まあ多用すると廃人になるし、取り回しは正直悪い。精神力って基本的に回復しないから、そもそも大した数は打てないんだけどね。で、もう一つが、他者から精神力を供給してもらえ、提供してもらえる力。これは相手に提供する意思がないと受け取れない。まあ、かつては一方的に奪うことができる力だったんだけど、弱りに弱ってこのざまや。おしゃべりが過ぎたわね。先を急ぎましょうか。そうだな。行くか。行こう。はい、ではあなたたちは、暗く、洞窟のような一本道を進んでいく。等間隔に壁に引っ掛けてある薄暗い豆電球が周囲をわずかに照らしている。進んでいくと、正面に大きな扉、右手にはこの場に似つかわしくない近未来的な扉がありまして、見たことのないタイプの鍵穴が開いているのがわかるでしょう。ちょっと待ってね、ページ。はい、では星積香菜がポケットから取り出した幾何学模様の鍵を不思議な鍵穴へと差し込む。するとそれは一人でに回転しだした。鍵と扉に刻まれている不可思であった回路が緑色に光ることで明らかになる。シューンという、空気が抜けるような音とともにこの近未来的な扉が開きました。中は見たこともない機材で溢れていた。人間一人は入るであろう円柱形のカプセルはケーブルやチューブで機械とつながっている。操作する端末だろうか、さまざまな機材につながれた先には、チューブが差し込まれたガラス製のカートリッジがある。
多くの実験器具に加えて測定器のようなものも置かれている。一見電子レンジのように見えるそれは中に何かを入れて使う装置のようだ。研究資料のようなものも散在しているが、よくわからない数値の推移や専門的な用語が多く、内容はほとんど理解することができないだろう。ここは星住巌の研究室だった場所、そして今は私の研究室でもある。星住巌はここで家族を救う術を模索していた。しかし星住巌は至れなかった。カナを救いたいという私と彼の願いは同じだった。私は彼の意志を継ぎ研究を続けていた。そしてついにカナを救う手段を完成させた。カナはそう言うと円柱状のカプセルの前まで移動します。抗新生因子体製造カプセル、これがカナの呪いを打ち消す薬を作るための装置。宇宙吸血鬼の吸血鬼化という病気の感染性質を利用し、対象の中にある新生因子を鈍色、消滅、追消滅させる抗因子製剤を製造することができる。このカプセルの中に宇宙吸血鬼を収納して、ボタンを押すことでカプセル内の宇宙吸血鬼を分解速圧縮。性質を維持したままカートリッジに押し込むことができる。ただし、起動は1回が限界。起動時に消耗する薬剤と機材はもう確保することができないから。そこに注射器がある。起動後、抗新生因子剤が入ったカートリッジをその注射器にセットしてカナに注射するっていうのをお願いしたいんだ。星住カナはカプセルに背を向け君たちの方を見る。もう分かってると思うけど、宇宙吸血鬼は私。私はカナと一つになって彼女の本当の望みを叶える。その子に星住カナを返し人間に戻す。だからさ、星野くん、ここでさよならをしよう。さよならか。と、さよなら。でも、そうするしかないってことなんよな。うん、他の手段なんてない。リナを救う方法が見つからなかったから星住巌は死んだ。私という材料が近くに殺される前に、リナの雲化が取り返しのつかなくなる前に二人ともが助かる。そんな都合のいい方法が、奇跡みたいな手段がすぐに見つかるとは思えない。いいんだよ星野くん、私はさ、リナと、あ、いや、カナの中で呪いを打ち滅ぼして、やっとその子に報いることができるんだ。カナと一つになって、彼女は人に戻れる。そうすれば、私もカナの中で、君たちとずっと一緒にいられる。だからさ、私は嬉しいよ。じゃあ、最後にいくつか聞かせてほしいことが、何？メイドの土産ってやつ？まあこの場合メイドに行くのは私なわけだけど、3日前、あの裏山で何しようとしてた？あれね、リナにさよならを伝えようと思って。まあなんかあった様子だとリナも何か私に言いたかったみたいだけど、まあ結局今まで聞けずじまいね。でこう肩をすくめますね。なるほどな。あとはそうやな、まあたまたまかもしれんけど、まあこうやってのカナさんの体を借りて、人としてここで暮らしてたわけやけど、どうやった？どうって言われても結構困るわね。って言ってちゃこう片手でほっぺをかきながら、まあ最初は大変だったよ。人間の常識なんて何も知らないわけだし、まあリナに教えられたことだけを頼りに、まあ頑張ってリナを演じてたわけなんだけど、まあでも最近はそんなに悪くはなかったわね。
そうか。え、そう。だとしても、やっぱり私が一番大事なのはその子なんだ。たとえ私がいなくなったとしても、やっぱり私は、カナに生きていてほしい。カナのことが好きだから。だいぶ私も人間にかぶれちゃったってことね。まあその様子からするともうほとんど人間と変わらんわな。そう？それならまあ私の演技力も捨てたもんじゃないってことね。最初は宇宙人なんかわからんかったしな。うん、まあ人は見た目が9割って言うしね。あ、でもそれはあんたは当てはまらないから。よかったね、希少人物じゃない。いや、なんか褒められてるんかちょっとわからんけど。褒めてんのよ。ありがとう。あ、そう。その3日前のことなんやけどさ。うん。あの、鍵探しをしてるときに、なんか、一個気になるもん見つけてさ。気になるもの？いや、これなんやけど。うん。と言って、の謎の結晶体を、うん、ああ何それ。ああ、もしかしてあんたが探してたっていう隕石なのかもしれんけど、うん、ああいや多分隕石よそれ。だってえ、なんか妙に懐かしい気配がするもん。懐かしい、うん、まあ、多分宇宙由来の何かね。よかったじゃない、あんたの言ってること正しかったみたいよ。そっか。まあ、もしこれ知ってるとかやったら渡そうと思ってたけど。いや、見たことないわね。私のじゃないわ。そうか。うん。うん。まあ、もう、ここで、死んじゃうことになるかもしれんけど。うん。なんか、やり残したこととかもうない。うん、何その聞き方。なんか死刑執行人みたいな。意味でもないわ。私がやりたいこと何回も言ってるじゃない。カナを助けたい。そのためにあんたの力も借りたんだから。リラの意識がなくって装置のボタンを押せる人間がいて、彼女に更新性因子剤を注射できる人間もいる。まあリナが死ねば、まあ、きっと止めるだろうから、リナの意識の外で全てを終わらせられることができる。私にとって、まあ、すごく好都合なんだ、今は。ああ、そうだ。キズキくん？ああ。ね、あの日、まあ、20日の夜に、私がその子に伝えられなかったさよならを、あなたから伝えてもらってもいい？というと、カナは、先ほど取り出した鍵から、小さい方の鍵を外しまして、マシロ君に渡しますね。それ、私の机の鍵だからさ。この机の中に残してきたから。この子へのさよならは。わかった。任せとけ。うん。よろしくね、カナのこと。うん。よろしくってなんだ。まあ、そりゃ、そうだな。あ、別にそんな変な意味じゃないよ。ああ、俺がちょっと過敏になってただけだ。はい。他に何か言いたいこと、やりたいこととかありますか？まだちょっとだけ話していいですか？うん、どうぞ。じゃあ、そっか。星積さんがおらんくなったら、もう、ゲームの決着もつけられへんな。うん、そう。私の勝ち逃げってことね。それだけは、なんかちょっと腑に落ちんな。うん、いいじゃない。もう一回やったらあんたは私に負けて、私の言うこと一個聞かなきゃいけなかったのよ。うん。その言うことってなんか、決めてたりするん？ああ、いや、何にも決めてないわね。もともとここでさよならを言うつもりだったし。そっか。うん。まあでも言うならば、そうね。
明日も私と仲良くしてくれる？うん、分かった。じゃあその願いはちゃんと叶えようかな。うん、よろしくね。それ以上ないのであれば、カナはカプセルに入ろうとしますが、本当によろしいですね？PL 会議を挟んでも全然いいですよ。最後に、一旦会議します。はい、PL 会議。会議！はい。どうするの？いや弱々しいが。あと一個だけやろうかな、うん。いいのか。行っちゃうぞ。俺は邪魔せず壁になっとくからよ。いや別に邪魔してもいいんですよ。お前いいのかって殴りかかってもいいんですよ。ああやるか。やるわ。あのメガネは、ね、誰かに吹き飛ばされると差分があるらしいので。確かに。うん、じゃあカナと星野がさよならを仕掛けてますけど。うん、おいひじり、お前それでいいのかよ。お前何ねいきなり。だって嫌なんだろ本当は。さよならするの、そのまま何も伝えなくていいのかよ。嫌に決まってるけど、今それを伝えたらかえって迷惑になるやろ。迷惑とかそういう問題じゃねえ。伝えられるときに思いは伝えないとダメなんだよ。これで最後になるかもしれないんだぞ。星泉さん。ん？何？出会いはちょっと変やったかもしれんけど。うん。まあそうね。いきなり夜の藪の中から飛び出してきたのが出会いだもんね。うん。めちゃくちゃ変な出会い方したけど。まあ一緒に鍵探したり、こうやって最後にゲーセン行った思い出。俺の人生では考えられへんくらい楽しかった。と、まあ私もそんな悪くはなかったわよ。だから楽しい思い出をくれてありがとう。どういたしまして、うん、でいいのかしらね。まあ最後になんかこれ言うのもあれやけどさ、うん、ゲーセンで、まあ、プリクラは撮らんかったからあれやけど、まあ最後に写真ぐらい残してもらった。何それ今から、今このタイミングで記念撮影しようっての。もうだって時間もないし。まあいいけど、これ以降出会えることもないと思うから。まあそうね、最後に人間らしいことするのも悪くないかもね。もうスマホ用意して構えてます。うん、ああじゃあカメラマンよろしく頼んでもいい？任せろ、写真には定評がある。うん、うん、じゃあ記念撮影をして、ぎこちなく並んで、うん、なんかこうなんかない、なんかポーズとかないの、あんた、そんななんかカチカチの顔固まってるけど、うん、
キズキ、なんか頼む。じゃあ、俺があげた黒焦げウインナー食べた時のことを思い出してその顔してみ。いや、なんか変な顔にしかならねえんけど。変な顔だった時、ほら、今見たら思い返したらね、笑えるかもしんねえじゃん。ほら、いいじゃん。な。まあ確かに、そうかもな。いくぞー。うん。はい、チーズ。と。うわ、変な顔。変な顔って言うな。結構頑張ったよ、星野くん。いや、結構頑張ったんやけどな。まあ、まあ、でもあんたらしくていいんじゃない？そうだな。めっちゃいい写真だと思うぜ。ほら。ああ、確かに変な顔してんな。うん。短い間やったけど、楽しかったぞ。うん、うん。そうね。まあ、あんた見た目によらずいいやつだったし、なんかもうちょっとこう、行動変えたらもっとモテんじゃない？うん、モテるか。うん、見た目変えるとこから始めなさいよ。見た目な。人は見た目が9割なのよ。それこそ、人の見た目さえしてれば宇宙人でも気づかれないぐらいにはね。確かにな。頑張ってみるか。うん、頑張んなさい。ありがとう。エリア何もなければ星住カナはカプセルに入りますがよろしいですね。よろしいんですね。私なんかすることあるかな。ちょっと会議する？はい、PL 会議。なんか私すっぽ抜けてるかもしれないけどなんかすることあるかな。はい、まあ状況の再確認とか全然してもらって構いませんよ。うん、どう思う？まあ。この後やることは、うん、実際にこの宇宙人の方のカナを殺してそれを圧縮して、まあ、薬を作る、うん、でそれを本物の方に投与することで、クモ化は防げると。なんとかならんのかな。そういえば、一応見せておくか、この銀色の弾丸。ちょっと待って。手記ちょっと読まして。なんか、打ち込まなあかんみたいなさ。うん。かなちゃんなんとかならんかな。手記はこの左側に並んでるのを拡大すれば見れますよ。ああ拡大拡大。まあログをたどってもいいけど、拡大したら超見やすい。足りませんでした。悪くなった。対新生兵器、うん、そうか。弾丸まだなんじゃないって思った。まだだねこれは多分、うん、そっか。その後やと思う。うんうんうん。いやもうこんな綺麗な感じでお別れの話してんのに、そういえばこんな感じで手記に書いてあったんだけどさーっていうのめっちゃ嫌だな。まあこの後でもいい気はするけど、空気読めないキャラだしいいんじゃない。この2枚目のさ、うん、その
地下通路でわずかな魔力の対流を検知してその波長を解析したらその暗示のような魔術の形跡とかっていうのってうんなんか聞くべきだと思う。あー聞いた方がいいんかな。なんか対策とかがもしあるんだったらね。うん、まあ空気も読めなさそうやし一応まあ手記読んでる上での、うん、その万が一の対策として聞いといていいんじゃないかな。うん、まあ、一応やれることをこっちでは一通りやったし。うんうんうん、じゃあちょっと聞くわ。はい割めっちゃ綺麗なあの感じで終わらせたかったんだけどさ、うん、聞きたいことちょっと思い込あってああ、うん、何まあ時間はあんまりないけどいいわよちょっとぐらいなら。いやそのさ岩尾さんの手記、うんうん、のこの2ページ目のとこなんだけど、うん、こう地下通路で魔力の対流を検知したみたいな、うん、で天地和江から発された暗示のような魔術の形跡だっていうことが分かったみたいなんだよ。なるほど。うん、で無意識に他人の意図を伝達させる何かしらの魔術の行使が疑われるって書いてあってさ、うん、なんかこれそれに対してのなんか対策とか知ってたりしね。いや悪いけど私は暗示の魔術が使えるわけじゃないし、まあ使われるって分かってるんなら心強く持っておけば大丈夫なんじゃないかな。なるほど、心を強く持つまあよく分かんないけどね、魔術の内容が分からない以上何とも助言のしようもないけれど。うん、 あとあれだ、なんかこのアマチの血族はこう自身の血を子孫に注ぐ習わしがあるみたいな、うん、そうね、これっていうのは正しいというかその本当に必要なことなのだろうかってその岩尾さんも言ってたんだけど、うん、星積自身はどう思うんだ。うん、まあ何とも言えないわね。うん、必要なのかもしれないし必要じゃないのかもしれない。まあでもどの道このカートリッジを注射すれば呪いは解けるはずだからそれ以降は必要ないでしょうね。そっか、まあやっぱ星積とさよならするほかねえってことか。なんとかなんねえかなってちょっと思ったんだけどな。それこそ奇跡でも起きなきゃ無理よ。悪い、水差しちまったな。うん、じゃあ始めるか。ああ、最後に最後の最後に確認しますがよろしいんですね。やばいよそのその確認が嫌だ。これで最後ですけ ですけどいいんですね。分かったと思いますけどここ結構重要な、まあめちゃくちゃ重要な分岐ですけどよろしいんですね。なんかしなきゃいけないことあんのかな。よろしいんですね。 PL の合意が取れたらそれで進めますが。え、怖それ。怖いよね。怖いんだって。いいんだね。いいんだね。ちゃんとね、納得してね、未来を選択してもらわないといけないからね。え。怖いんだって。あと、やっぱ3時間いるって。じゃあ、そうだな。二人とも一回アイディア振りましょうか。はい。まあ、特にそれでこちらからヒントを伝えるというわけではないんですけど、うんうん、この部屋の描写をもう一回行います。あ、ああ、あ、危ねえ。じゃあ星野は、まあ、改めてこの部屋をくるりと見渡すでしょう。中には見たことも、中は、見たこともない機材で溢れてきた。人間一人は入るであろう円柱形のカプセルは、ケーブルやチューブで機械とつながっている。
操作する端末だろうか。さまざまな機材につながると先にはチューブが差し込まれたガラス製のカートリッジがある。多くの実験器具に加え測定器のようなものも置かれている。一見電子レンジのように見える、それは中に何かを入れて使う装置のようだ。研究資料のようなものも存在しているが、よくわからない数値の推移や専門的な用語が多く、内容はほとんど理解ができないといった感じですね。この研究資料って何なんだ？ああ、星出美和が研究してた資料よ。まあ気になるなら後で見てみればいいんじゃない？なんか全然理解できなさそうなんだけど。まあどうでしょうね。ああ。そういえばさ、うん、この電子レンジみたいなやつって中に何入れるん？ああ、それも気になってた。まあそれは分析装置みたいなもんよ。物質の組成だとか性質だとか構造とかを調べたり、それが何に由来するものなのか調べたりするときに使う装置。あ、じゃあその宝石ちょっと入れてみたらいいんじゃないか。え、なんで今いいできんのか。まあできなくはないけど、なんで。だって由来もしかしたら隕石なのこれなあ、うん、ほら宇宙人と同じく何があるかわからんぜ。うん、まあいいけど、え、なんでそんなことすんのみたいな顔がかなわしてますね。やれるかもしれねえことは全部やっちまおうぜ。はい、じゃあどうします。まあ普通に開いて中入れて閉めれば使えるけど、いじりやっちまいな。じゃあやってみようかな。はい、ではですね、イジリは、この電子レンジみたいなやつの中に結晶体を入れることでしょう。ちょっと待ってね。結晶体を中に入れ扉を閉める。すると、G という駆動音の後、中のものをスキャンするように赤いレーザーがあらゆる方向から照射される。扉の隣についているモニターには、理解不能の文字列と数字が、表示されては消えるを絶えず繰り返しています。やがて装置は静かになり、鈴の音のような短い警告音が鳴る。そしてモニターにはこう表示されることでしょう。スペースヴァンパイア、ニーオスホルガイ。あれ？スペースヴァンパイア？は？は？ってこうカナがなんか目と口を全部まん丸にしてます。なってことは？あれ？あれ？宇宙吸血鬼。いや、うっそ、いや、そんなバカな。星ゼミ、同じ成分ってことか。いや、だけど、いや、でもだとしても私が入った方が確実なんだ。その状態の宇宙吸血鬼が抗新生因子材の材料として適しているのか私には判断がつかないし、起動は1回が限界だから失敗のリスクを考えたら、みたいなことを早口で言ってますね。でもこれでいける可能性があるってことやな。可能性はある。これは俺には決める権利はないと思う。二人で決めた方がいい。無理強いイスならば私が入った方がいい。宇宙吸血鬼としての性質が、そのよくわかんない隕石がちゃんと持ってるかなんて保証はないし。でも これでもし星積二人が助かるんやったら、俺はその可能性にかけてみたい。では星積香菜は思い悩んでるのか、下唇を噛みしばらく押し黙っていた。しばしの沈黙の後、口を開く。わかった、それをこっちに貸して。
もらよう。はい、では星積みかなは、星野から結晶体を受け取り、それをカプセルの中へと入れます。結晶体を中に入れ、カナがスイッチを押し、装置を起動させる。張り詰めた耳障りな駆動音が部屋中に響き渡る。結晶体の輪郭がわずかに歪んだ瞬間、カプセルの内部は赤い液体で満たされていた。そして少しずつその赤色は失われていく。カプセルをはじめ様々な機材につながれた先にあるカートリッジの中身がやがて赤い液体で満たされた。生きた。カナはカートリッジを取り出すと、それを注射器へとセットする。効力が保証できる時間は30分程度。すぐに注射した方がいい。と言ってカナはそれを秀樹くん流してもいいと渡します。おう、俺がやる。上腕部の、上腕部のこの辺りに皮下注射でも効果はあるはずよ。注入はなるべくゆっくりお願い。ああ、こうだな。よし。はい。では、キズキがカートリッジの内容液をリナへと注入する。ほどなくして、小さく見えた後に彼女は目を覚ますことだろう。あ、で、真白さん、カナと、どちら様ですか？あ、星野って言います。あ、星野さん、どうして、あれ、ここはどこで、あれ、リナーって言って抱きつきます。うん、はい、じゃあそうですね、じゃあリナは、あの真白さん、あの、あれ、よかった、本当に、よかった。ちょっとキズキ君どいてって言って、じゃあカナがキズキを突き飛ばします。大丈夫、具合は悪くない、何かおかしなところは。カナはリナを抱き寄せ、なみなみでそういう、なんだかよくわかんないけど具合はむしろいいみたい。でも疲れてるのかな、すぐには立てそうにないや、少し休めば動けると思う。そのリナの言葉にひとまず安心したのか、カナはリナを抱きしめて、よかったよかったと繰り返すことでしょう。一旦休憩挟みます。はい、じゃあよかったよかったって言って、その突き飛ばされた後あれだわ、地面で男泣きを、いや、ひじりに抱きつきます。ひじりに。その気づきを、よしよしよかったなって、よかったよかった。はい、では一旦休憩。はい、いやー、悲しななくてよかった。あ、よかった。よかった。危ねえ。よかった。完全に死ぬ流れだった。危ねえ。電子レンジと研究資料どっちかなーって。いやー、よかった。もうなんか、周りの機械とかそれどころじゃなかった。ねえ、それどころじゃなかったね。周りを調べようとも思わなかったわ。完全受け入れてたからね、俺も。ねえ、あ、そうなんや。じゃあねって。もう甘んじて受け入れてたもん。うん。そうなるなら止めませんって。そうだから、もうそこに関してはこう水差すべきじゃないと思って、伝えること伝えてもバイバイかなって思っちゃってたわ。だし、伝えることも。あそこまでかなって思った。うん、そうだね。いやー、でも、あー、よかった、なんかギリギリまで本当に大丈夫かって言い続けて。怖え。いやー、死んだかと思った。今回こそは死んだかと思った。危ない、マジで初めてカナが死ぬルート行くかと思った。怖かった。やだー。いやー、ひじりくんは受け入れてた可能性もね、あるから。そうなんだよね。展開的には全然あるんですよ、当たり前ですけど。うん。怖かったー。怖かったー。でももう、私が死んでほしくなくて、どうにかなる方法ないかなってなってたもん。いいのかよ、それでって。
ねえ、なんかね割とハンドアウト1受け入れがちなのよ。ああ、そうだな。なんかね、なんか別れのロールプレイに頭が持っていかれるみたいで。うん。持っていかれそう。うん、割と受け入れがちで、ハンドアウト2がぶん殴ったり勝つ入れたりするのはよくある流れ。いやーでもマジで多分その流れになってると思う。そう、伝えられる時に伝えなきゃダメなんだよっていうのはもうねえ、あれさ、ね、リナに言われたやつをさ言うのエモーって思いながらエモーって思いながら見てた。ちょっと SP 上げとくわ5点ぐらい。やった、あそこちょっと泣きそうになってた私言いながら。エモーって苦しかった、うん、伝えていいのかマジで苦しかった、うん、そうだよな。